のを大事にこうちゃんと変えられるんですね、はい、これが今回最大の売りと言われているユニフォームメイキング、こうやって作ったら、新しいレイヤーもさらに上に新しくレイヤーを加えて、はい、何色で4つぐらいですね、4つぐらい何でも重ねられる、さらにこれに、新しいレイヤー、メインレイヤーを選びましたけど、ね、うん、ガスで、はい、はい、で、泥棒だ、これを加えると縦じまに横じまが入れば、はい、おお、さらに新しいレイヤーで斜めを入れたりとか、これはこれでいいかな、で、パンツも、パンツも上もまた別々にレイヤー重ねられるんですよ、ね、そうですね、おお、なんだかな、とりあえず重ねてみるか、重ねすぎると重くなったりしないんですか、これそういうことはないですね、へえ、とりあえず重ねられるから重ねてみよう。色も変えられますね。はい。靴下にもレイヤーですか。全部の場所にレイヤーあるんですね、はい、あと袖ですね、最後へぇ、レイヤーたくさんあるのにだんだんシンプルになっていくっていう詳細で、エンブレム、エンブレムは写真撮ったりして自分で使えると、カメラロールかな、使用して、透明度を設定して、あ、もうこれは何でも作れますね、あんまり動画でやるとあれ怒られるのかもしれないですけど、あ、いや、このセンスの悪いピンクの、あ、ちょっとかっこ悪い、ピンクのスパイクにもアディダスが、設定をしてからしてる、エンブレムよりアディダスがでかい、なるほど、本当の意味で何でもできますね、これを入れてどうするんだって感じですけど、おお、
それでベストな透明度を探していく。はい。それと今度はどこで入ってる？真ん中ですね。アディダスと被ってる。なるほど。いろいろできると。はい。いやもう J リーグだろうが何だろうが好きに作れるという。はい。これは多分ここまでできるの他にないですよね。